アダム・アウグスト・ミュラーはデンマークの画家であるコッペンハーゲンで生まれた。父親はコッペンハーゲン大学の進学の教授やデンマークの最高位の司教を務めた人物で兄弟に貨幣学者のルートビヒ・ミューラーやドイツの集会議員となったオットー・ミュラーがいる。1825年からデンマーク王立美術院に入学し、デンマーク黄金時代と呼ばれる時代の中心的な画家。 クリストファーエカスベアに学び、エカスベアのお気に入りの弟子になった。1828年に上級家庭に進み、翌年に展覧会に出展し、1830年には何点かの肖像画を出展し、2点が王立絵画コレクションに買い上げられた。シャーロット展望宮殿で開かれる展覧会に出展し、1833年に銀賞。 1836年に金賞を受賞した。1838年にハインリヒエッテリーンとイタリア留学の奨学資金を競い、投票ではエッテリーンが選ばれたが、審査委員長を務めタベルテルトルバルセンの配慮で、エッテリーンと共に奨学金が与えられることになった。1839年にミュンヘンを訪れた後、イタリアに留学し、 13から17世紀に流星を極めたフィレンツェの絵画を研究した。結核に罹患し、イタリア滞在中も健康状態は悪くなった。コペンハーゲンに帰国後、いくつかの未完成の作品を残して33歳で亡くなった。ありがとうございます。